こんにちは、ガチンコマッチョクラブの皆様。私はね、メタボ47の久保でございます。なんか筋トレ熱ってたまにすごい燃え上がるんですよね。今は私がそれなんですけども、このね、カタログを見つけちゃったんですよね、運が悪いことに。ファイティングロードのカタログで、これ見るとね、欲しくなるんですよね、機材が。機材を買うと、なんかこう、筋肉がムキムキになるような気がするって、よくわかんないね、習性がありますけども、こういう風なね、ベンチの、こうなんですかね、よく名前も分かんないんですけども、これね、ダンベルバーベル、これはもうあるんでいらないかなってことです。重りも十分ありますしね。かっこいいベンチですね、こういうのがね。やっぱり基本的にこういうのを、機材を大物を買おうとすると、バーベル、ダンベル、それからベンチのねセット、これがまああると何でもかんでもいけるかなって思いますけども、ちょっと本格的にやろうとするとね、こういう風ななんか寝っ転がるようなやつとかあるわけですよ。いろんな棒がいっぱいついてるやつとか、これもいいなとか思ったりね。なんかタフガイになった気がしますね。で、私が今気になってるのがこれですね。マルチマシーンってやつですか。いろいろできちゃうやつ、一台で。ただ問題はね、今気づいたんですけど、椅子の高さとかが変えられないんじゃないかなと思うんですよ。これだってこんな立派な機材なのに3万円なんですよ。ホームジム EX70 ってやつですけども、これ最新型で今4万4000円で出てるそうなんで、安いとは思うんですけどもね、重りも十分ですしね、今の私には。これはちょっとね、気持ち持っていかれますね。で、ちょっといいやつになると7万円でホームジムデラックス100ってのがあって、これもね、なんかパワフルになりそうですよね。すごい、いろんな種類のトレーニングができる。まあこれ機材なくても別に自重でトレーニングすればいいって言えばいいんですけど、モチベーション上がるんですよ、こういう機械があったらね。で、ベンチがあったり、なんかぶら下がり健康器みたいなのがあったりしますね。で、これですよ、ラックはね、ラックはどちらかというと価格よりもスペースとか、もう買っちゃった感があるんですよね。やったらこれやったらもう後戻りできないっていうか、結構勇気があります、この大物買うのは。で、私未だにね、これがね、買えないんですよ。スペースはあるんですけどね、ちょっとね、ミスター M さんみたいにドーンと部屋の中に入れちゃうみたいな勇気が今んところないです。これもね、だからいろいろできるんですけどね。カタログ見てると楽しいな、やっぱり。で、案外ね、今安いっていうかね、で、ちょっと小耳に挟んだんですけども、その、何ですかね、パーソナルトレーナージムとか、こういった普通のジムとかが、今結構潰れていて、中古品の、なんかすごく市場に溢れてるらしいんで、新品で買わなくていいよみたいなことね、ちょっと小耳に挟んだんですけど、そうなんですかね、調べてませんけど、ヤフオクとかで、本当にね、ずっと経営してた店舗が、ジムが潰れて、その機材を売りに出したりとか、あと機材は買ったけども、結局モチベーション続かずに、もう処分したい人が中古で出してるみたいな情報もあってですね、必ずしも新品で買わなくてもいいのかなと思ってるんですけどね。私も新品じゃなくてもいいんですよ、全然。結局モチベーション上がらずに手放す人ってあんまり使ってないんで、綺麗だと思うんですよね。プロテインか。なんかね、プロテイン、マイプロテイン取ってからやる気が出てきたんですよ。やばいですね。なんかプロテイン飲んで運動しないとすごくね、損した気持ちがして、体動かしたいなと思うんですけどね。まあそんなカタログ拝見のコーナーでございました。あなたのジムはどこにある？あなたのジムはどっちだ？